ゲーム内でのご褒美、報酬はもう不可欠なわけですが、あげるものがない場合何もできません。だから企画段階で何をご褒美にできるのかはよく考えておかなければならないものです。ゲーム内で最も有効なのはプレイヤーキャラクターを純粋に強くすること。単純に数値が上がるものならお金で装備を買う、経験値でレベルが上がる、スキルポイントで技を得るとか、敵が強いアイテムをドロップするとか、先に進むと宝箱がありその中から得るであるとか、素材を得ることで合成し、装備やアイテム、施設などを整えるとか、こういった行為は純粋に先に進みたい欲求を高めます。カービィなども先にどのようなコピー能力と出会えるのだろうと期待できることで、ゲームを進める欲求を後押しします。集めたものをロストする可能性を持たせ、ゲームに深みを加えるようなものもありますね。しかし、そういったことができる企画とできない企画があります。例えばスマブラはできにくい企画、対戦ゲームなのにゲーム進行に基づくキャラクター強化を与えてしまうと、全キャラ育ててからやっとスタートなんてことになりかねませんし、そういった作品の中でどういったご褒美を用意したかを例としてあげますと、まずはファイター。いきなり全てのファイターが使えるわけではなく、アンロックしていく仕組み、また特別に挑戦者として乱入してくるゲームを持たせています。一見して面倒な仕様ですが、実際には割とポンポン出てきます。フィギュア、スマブラデラックスからスマブラ4までありました。せっかくいろんな作品が混在しているゲームなので、キャラクターの背景をガイドするための機能を持たせつつご褒美にしました。真面目に作りすぎ、また制作コストが高すぎるということが難点です。シール、スマブラ X にはシールという概念がありました。台座の下に貼ることでファイターをパワーアップできます。解説やモデル制作を省きつつ、より多くのキャラクターを実装できる狙いがありました。スピリッツ、これはゲーム設定上にも即しているキャラクターの形で、ファイターにつけることでパワーアップできます。シールと同じくフィギュアよりは現実的な範囲で作れます。いろんなキャラクターが出られるのは純粋に楽しいし、コイン、何らかの通貨として使えるもの。とにかく何らかの形で遊べば増えていくようにはなっていますが、ファイターが身につける装備などの概念はありません。コインシューターなんてのもありましたね。音楽、音楽の多さを利用してある程度のご褒美に充当しています。ただ最初から曲を楽しめないことについては嫌なところもありますので、数は、後年控えめにしていく傾向です。なお全クリアするとメニュー曲の出現確率をいじれるようになったり、ビジュアルシーンが一覧できるようになるなど、モードとしてのご褒美もあります。そしてこうしたご褒美を司る仕組みとしてクリアゲッターがあります。私の場合、最初はカービィのエアライドで入れたもの、他のゲーム機で実績システムが組み込まれる前にそれに近いシステムを導入したものです。ゲーム内で何かの条件を満たすとコマが解放され、その隣の条件のヒントが得られるなど、いくらかのコマからご褒美が得られるようになっていますが、どちらかというとご褒美より、ゲームに何らかの目的を与えるためのものですね。ゲームに何らかの目的を与えるのがご褒美という意味では、動機と報酬が表裏一体で扱われているということなのかもしれません。あんまりやりすぎると付き合えないのでさじ加減が難しいところですが、プレイしても何の報酬も進展もない場合も何とも味気ないことか。ゲームの初期企画や初期設計からご褒美は考えておくべきですね。